ピエル・ルイジ・ゴッィーには、イタリア・ボローニャ出身のサッカー選手。トッテナム・ホット・スパー FC 所属。イタリア代表。ポジションは GK。スポールのユースで頭角を表し、2010年にフィレンティーナのユースに移籍。しかしその1年後の2011年に、イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドのユースへの移籍を決意し、フィオレンティーナ側からは大きな反感を買った。 マンチェスター・ユナイテッドで3年間を過ごしたが、トップチームデビューすることなく契約満了を迎えた。2014年にイタリアセリエのエラス・ベローナへ自由移籍で加入。2014年9月24日に行われたジェノア戦で初出場を果たした。2016年7月8日、チャンピオンシップのアストンビラ FC へ4年契約で移籍。8月7日のシェフィールド・ウェンズデー戦で、 イングランドデビューを果たした。2017年1月13日、アタランタ BC へ、買取オプション付きの2年契約で、レンタル移籍。2018年6月9日、アタランタ BC が、買取オプションを行使したことが発表された。2021年7月24日、トッテナムホットスパー FC へ、買取オプション付きの1年契約で、レンタル移籍。 2019年11月15日 UEFA ユーロ2024戦のアウェーでのボスニアヘルツェゴビナ戦でイタリアが3-0で勝ち越している中88分からジャンルイジドンナルンマに代わって出場しイタリア A 代表デビューを果たしたありがとうございます